社長、まあ、今回あのね、うん、今回の動画なんですけど、うん、いろんなその視聴者の方から来てる質問とかコメントっていうのも、うん、まあ、結構溜まってきてるんで、うん、まあ、それに対してこう答えては言ってると思うんですけど、うん、まあ、結構多く質問が来てる部分があるので、うん、そこら辺ちょっと一個ずつなんか質問に答えてってもらいたいなと思うんですけど、はいはい、うん、最近だと一番まあ皆さん多いのが、うち今土地をめちゃめちゃ買ってるじゃないですか、物件とかも、うん、でそこら辺は無鉄砲にこう買ってる、まあ、この会社金持ってんななんてこう思ってる人も多いと思うですし、うんうん、あとそもそも別荘とかそんな買って儲かんのっていう、あ、来たらだね、はい、うん、そこら辺はまあ確かになと思うんですよね、うん、見てる人からすると、はいはいはい、この辺はなんかこうどういうあれでどうだと思います、何を考えてるか、はい、ってことでしょ、はい、うん、だからぶっちゃけ考えてないんだよ考えてくださいいやそれどころじゃなかった、うんうん、とあのコロナが来て本当に売り上げがない、うん、で売り上げがない、社員が毎日ぼーっとしてる、っていう、だから生徒がね、夏で生徒が来なくて、うん、何もできなくなっちゃったわけなんだよ、うん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 、でだけどそこで現場の仕事を取ると、うん、と生徒が来た時に対応できなくなっちゃうでしょ、うん、そうですね、でしょ、で、予約が入ってる状態だから、うん、あの時は、うんうん、申し込みも20組30組って入ってて、うん、キャンセルになるかならないかっていうのを待ってなきゃいけない、うんうん、で緊急事態宣言が出たらキャンセルしますみたいな、うん、で全部キャンセルになってくっていうのが、もう毎月毎月申し込まれるけどキャンセルとかっていうのが来るけど、うん、予定が組めなくなっちゃって、うんうん、でそんな時にどうしたらいいのかなって、でこれがいつ収束するか分かんない、最低1年以上はかかる、まあ、読んだわけだよ。だから、去年2020年の3月4月、はい、5月っていう時に、はい、ここから1年間どんなことがあっても、みんながねできる仕事を作ろうって思ったの、うん、でそしたら1個の物件じゃあすぐ終わっちゃうんだよ、それだけやってたら、うん、来年の春までだからもう過ぎたけどね、この1年間どんなことがあっても、まあ、自分たちはものづくりをしていけれるわけだからね、うん、とにかくそのものづくりを生かせる場所を作ろうっていうだけ。ああ、まあそうか、うちは社員でみんなこう雇用してるんでね、うんうん、だから、その後どうするかって本当に考えてなかった。今までの動画で全部そうやって言ってきてて、売るのか貸すのか自分たちで使うのか、は後からどうにでもなると思ってた、うん、自信があった。あ、まあ、ものづくりをやってくる方だからね、うん、自分たちが作っていくものには自信があったから、それは後からどうにでもなるけど、今まずみんながちょっとやりがいのあるね、こういうコロナとかそういうのに負けないぐらい、やりがいの持てる何かっていうのを作りたかったっていうだけだ、うん、でそれが今残ってきちゃってるというか、うん、だから工事のね進むスピードっていうのもやっぱ自分たち本業があるんで、そっちをメインにやるから、やっぱり後回しに空いた時に手がけていくっていうのはすごい時間もかかるけど、でもその買ったおかげでさ、やっぱいろいろ楽しいことっていうかね、それぞれ各自が成長していくその環境っていうのは作れてきたかなと思うし、それがね、これから買いすぎちゃったんで、いや買いすぎだと思ってんだよ、どうしようと思ってんだよ。だけど買っちゃったからね。だからでもそれは何とかしてこうっていうふうに思ってます。何とかしてくし、何とかなるっていうふうに思うし、また次のステージにね、だから今今度コンテナとかね、そういうことを言ってますけど、またそこの何かの役にも立てるだろうし、まあ、崖物件はねちょっと失敗したっていう、自分でもね高く買っちゃったんだと思うんですけど、あとはまあなかなか。いい金額で買えてるかなと思うので、まあ、そのまま触らなくても、っていうぐらいの感じになってる、うん、別荘は儲かるのかっていう、 こう質問なんですよ。分かんないってやったことないからさだけどさ、だから管理をね任さないといけないんだよ。で半分以上やっぱり渡していく、だから売り上げの半分かな、うん、だけど売り上げの半分ぐらいが利益、営業利益と最終利益、はい、になってくんで、だからどのぐらいの値段で貸せるかっていうのと、うん、あとはどのぐらい埋まるかっていうことで、うんうん、
そうですね、うん、であとその初期費用、初期投資の、うんうん、金額からね追っかけないといけないし、そうそうそう、うん、だからそこはね500坪のところは、2500万でしょ、うん、だからここをね僕もわからないんで、うん、ただパート月にね8泊ぐらい埋まればこのぐらいになるなっていうのが出てるんで、そこら辺もまたちょっと追っていきながら、うん、公開してって、うん、ですごく儲かっちゃったらこれだけ儲かっちゃいましたっていうんだし、うん、厳しかったらこれだけ厳しいって、これから冬も来るしさ、うん、やっぱ夏はマイナス十何度とかってなるから、冬なんか多分全然お客さん来ないんだろうし、うん、そこら辺も含めてちょっとね分からない、やってみないと、うんうんうん、その話ではちょっと怪しいからね、抜かりようって言ったって、うん、まあだからその社員の仕事を作るために、うん、もうあの時は別荘の、まあ、土地とかね物件を買うしかなかったと、うん、でそこからまあ社員の仕事が生まれて、うん、まあ今1年経ってみて、前は職人会社だったんですけど、今はもう一戸建てをね自分たちでも建てれるように、うん、まあ、工務店に近い仕事ができるようになってきたんで、うん、そういう意味ではすごい価値のある、価値はあると、はい、もう雇用も生んできてるからね。そうですね、うん、大工さんもそうだし、うん、ユニットバスとか、うん、そういうできる職人さんとかも今どんどん増えてきてますし、うん、このコロナの中で何人増えたかな、相当雇用も生んできたし、でここからまた半年の中で20人ぐらい、うん、採用は考えてるんで、今回この別荘地に手を出したことによって、いろんなことが実的にはプラスに、うん、なっちゃったとかしてきた、うん、で、それは僕がしてきたというか、みんなでそういう風にしてこうっていうこの渦が生まれていったので、しまちゃんなんかもね、うん、その土地買った後から入ってきて、うんうんうん、やばいとかっていうのを見てから来てるんだよ多分あれ違うか、そうです、そうです、やばいっていうの見た、見てから入ってきたのね、やばいはまだ見てない、見てない、はい、別荘買って、はい、でそういうのを見てから入ってきて、このバカな社長はつってなんか昨日も言ってましたけど、だからそうやっていろんな仲間がね集まってきてくれて、だから僕たちが今までできなかったことが新しい仲間と加わったことによってできてきてるっていうのが、これもねなかなかだと思う、この苦しい環境の中、赤字なんだから決算そうですね、だから投資なんだよ、土地だって売れたわけじゃないし、それで耐えてきてる、この1年間1年半はずっとほぼほぼ出し続けてきて、だけどそれに見合うだけの、成長、人がの成長と雇用を生んできてるっていうのが、これからこの変えてきれるわけでしょ、うん、前建設甲子園立ち上げた時もさ、あれ8年間だよね、うん、最初の何年間かもうずっと出し続けて、だけどやっぱり人が成長していくとそれなりにいろんな大きい仕事もできるようになるし、雇用も生んでいくわけだし、それでやっぱり利益はちゃんと取っていけれてるんで、だからこの別荘がね儲かるかって言われたら、儲けないといけないと思ってるし、その儲けるための財産、資産というか、それはまず人にね、人の成長というところで、まだお金にはなってないけど経験だったりとかそういうところで十分に準備はできてきてるっていうふうに思ってるので、うん、まあ長いこの充電期間だったかなと思うけど、ここからね、回収するって言ったらいやらしいけど、ちゃんと成り立たしていって、またそういう価値を届けていけれたらいいなって思ってるので、ちゃんと利益出していくように設計計画して、PDCA じゃないけどね、うん、そうやっていくんだけど、うまくいかなかったらまた他の手を尽くしていきながら、最後うまくいくまで諦めないっていうか、やり続けるっていうことでなんかできてるんで、それが1年かかるか2年かかるか分かんないですけど、だから質問は、別荘は儲かるのかっていう、儲かるのか、儲かります儲かるようにするしかないっていうことね、そうそうそう、うん、はい、社長、はい、まあ、次の質問なんですけどね、はにゃはにゃ社長、あの、うん、まあ、コンテナの、あの動画を、まあ、何本か上げたんですけど、うん、まあ、あれに対して の、 そのコメントっていうのが、まあ、いろんな角度から結構多かったと思うんですけど、はいはい、やっぱり一番多かったのが、そのコンテナに関するその、まあ、建築基準法の、うん、まあ、そこの取り扱いの部分の解釈、解釈、うん、の部分だったり、うん、あとはまあ僕らが
まあ、小屋さんが何をしたいのかっていう、何をしたいのかね、うん、そこら辺がまあうまく伝わってないなっていうところが、うん、まあ、あのコメント見てて読み取れたんですけどね、うん、そこら辺の まあまず、まあ、何がしたいのかっていうところからじゃあ、はいはい、うん、答えていこうかなと思うんですけど、今日はね、あのグランピングの帰りの車の中で、ね、今と、はい、で雨だよね。雨ですね、うん、どう思う？晴れててほしいな。いや、じゃなくてその何がしたいと思う？何がしたい？そう、見てて何がしたいんだろう逆に。うん、ジョンは質問返しだよ。まあ元々は会場用コンテナを買っちゃったから、うん、そう、あれをまあどうにか設置したいっていうところから始まりましたけどね。うんうん、なんで俺に喋らせんだみたいな顔して。それで？それでね、うん、それがまあ構造的な部分に問題がやっぱりあったんで、JIS、うん、鋼材を使われてないとか、うん、まあ、いろんな問題があるからそれは設置できないと、うん、でも周り見渡すと設置してるものがいっぱいあって、うんうん、じゃああれどうすんのっていうとこから始まりましたけど、うんうん、そうなんだよね、はい、だから俺はっきり言って、あんまりどうでもよかった。はい、会場用コンテナたまたま買って、はい、これでコンテナハウス作ろうと思ったらそれがね、本当今ジョームが言った通りうまくいかなかった、はい、まあできないってことが分かってきた。じゃあ、どうにかできる方法はないのかっていうふうに、まあ、探して、まあ、行った。そしたらやってるとこもあればやってないとこもあればとか、結構またこれ言うとはおかしくなっちゃうんだけど、まあだからどこまでが範囲でね、どこまでが範囲じゃないのかっていうのを自分で確かめたかったから、それを確かめた、うん、でそれを確かめていく中でやっぱりちょっとその会場用コンテナを作っていくより、その JIS鋼材を使われたもので、ね、やっていった方がいいんじゃないかなってちょっと思い出してきて、まあ、中国からさ、中国で作ってもらったその JIS鋼材のコンテナを買った、うん、でさらに今はそれを自分たちで作れないかと思っていろいろ開発している、うん、だからもう手探りの手探りで、最初からあのコンテナ使って何かしてやろうはなかったんだけど、あのコンテナを買ったことによって、ガキ物件と一緒だよね、なんとかしていかなきゃいけない、どういう方法があるんだろうっていうのを、どうやったらこのコンテナうまく活かせれるんだろう、あ、こんなことに気がついちゃった、あ、じゃあ これをこういうふうに活かしていったらこんなことできるかもしれないって、こうちょっとずつちょっとずつ何かこうそれがつながったり組み合わさったり広がったりして、でその可能性でできること、なんか価値を作れること、今持ってる土地をうまく生かしていけれること、今ね自分たちのこの経営資源というかね、その人物金とかっていうところと組み合わせることによってどんな相乗効果が得るんだろうっていうのを常に毎日毎日こうやってった先に出てくる。だから本当に1週間後1ヶ月後また何を言ってるかもわからないし、そんなことだと思う。でそうするとまたなんかブレてんだろうとか目的がとかっていう話になっちゃうんだよね、うん、だからまあ、そこら辺のコンテナのコメントを見てると、うん、やっぱりこう法律をねじ曲げてまで、うん、要はあの会場用コンテナを設置、うん、こう要は無理やりごねてるようにこう、うん、捉えられたっていう印象が、あるのかなと思う、ね、だからそれさ、多分僕の言い方が悪かっただけ、うん、でそういう風に捉えられちゃったんだなっていう風に思うんで、全くそういうこと思ってないし、うん、まず、法律は守ろうと思ってるし、うん、グレーは嫌だと思ってる。逆に、グレーじゃないよっていう、ね、今までコンテナはグレーって平気な顔してみんな言ってるのも、これグレーじゃないよ、こうこうこうだから全然グレーじゃないよっていうのを作りたかった、うん、胸を張りたかったっていう感じかな、うん、だからまあ言い方がね、うん、ちょっとそういう風に誤解を生むような言い方だったのかもしれないですね、うんうん、全く思ってないんですよ、うんうん、まあ、今回だからそういう、まあ、いろんなそういうご意見いただいたのもありつつ、僕らのこの実体験っていうのもありつつで、うんうん、まあ、ちゃんとその法律にのっとった JIS鋼材、建築規格に合うもので作ると、はい、まあ、そこにまあたどり着いたっていう意味ではすごくそうだよ、ね、うん、貴重な経験でしたけどね、うんうん、はにゃじゃねえって言ってやってくれよ。はにゃはにゃじゃないよ。だから会場用コンテナは
もう触らないっていう。怪獣コンテナはもう触らないし買わないし、うん、あのコンテナは、まあ、物置になっていくのかもしれない。そうですね、うん、そういう意味で言うと海上用コンテナもまあ買っちゃって、うん、ん中国のやつなんかは、うん、あれもあれでまたちょっといろいろ問題があるよね。あるフレームだったりで、うん、まあ知識がないっていうのもなかなかいろいろ大変ですね。いや、いろいろ大変だしさやっぱりもうその業界で先に行ってる人たちはやっぱそのノウハウだからね、うん、教えたくないから一個ずつ手探りでさやっていくしかないから、だからあの海上用コンテナがあったからね、うん、そういう中国コンテナに行き着いたし、うん、中国コンテナがあったからさ、うん、またその設計士さんもそうだし、うん、で構造のね鉄骨屋さんもそうだし、うん、いろんな人たちと出会っていって一個ずつ一個ずつ積み重ねてきて、うん、でだから今またねあの時じゃ思い半年前じゃね思い浮かばなかったことか、うん、まあ、ドームテントの次なる商品を開発するとかってそれコンテナでやる、じゃあコンテナでどうやってやるんだって、でドームテント一つ対、ね、コンテナ一つじゃなくて組み合わせるんだっていう、じゃあ組み合わせてねコンテナ3つとウッドデッキとねタープとこれを組み合わせることによってこのドームテントと、ね、どっちだっていう値段も含めてね、うん、っていうのはなんか当時全然そんなことも考えてなかったし、さらにその先このグランピング業界から学んだいろんなアウトドアのね楽しみ方だったり、ね、まあ、女性の人が求めてる虫が嫌だとかいろんなところと、この別荘かセカンドハウス地方移住、またそこね木造ね住宅、そういうのと含めて土地まで入れて1000万をね大幅に下回ってくるようなそういうセカンドハウスが持てたらいいなってコメントもいっぱい入ってたり、そういうところに、まあ、そういうニーズがあるところにね、そういうものが作っていけれる可能性っていうのを、考えていけたらいいなと思ってるので、でまたそれがね見えてきたらまたそのまた向こう3軒とかその先とかっていうのも出てくるかわからないし、今じゃ全然想像もつかないので、ただだから今ある可能性とかできることっていうのをなんか一生懸命ね一個ずつ積み重ねていく、だから手探りなんで、だからそこら辺ではその視聴者はどこを目指してんだって、またねこの目的とかってまあ常に言ってるんですけどね、目標目的をなんかコメントあったけど、ね、うん、見透かされちゃうよとか、もうそこはもう一貫してぶれないんで職人の地位向上なんだっていうことでねやってるので、またそこは長くなっちゃうんで別の機会に話そうと思うんですけど、うん、まあ、今までもずっと話来てるんですけどね、うん、俺師匠の話ってしたことあったっけ動画で、うん、結構昔した、うん、言ってた動画で、うん、あどっかの動画で話したと思うんですけど、まあ、強烈に僕の中で刻まれてるね使命感っていうかどうしても果たしていきたいことっていうのがあるだね、それのためにグランピングも利用させてもらってるのかな、アウトドアコンテナ別荘全部ね職人道場全部が全部それを実現していくための手段か、職人の地位向上していくための手段というふうに思ってて、だけどそんなね手段ばっかり言ってたところでそのものがね価値がなかったらまたそれが売れなかったらその手段にも何もならないと思うんで、だからまあ共に輝くか、共に学び、共に実践、共に輝くっていう、ことを、ね、やっていきたいなって。これ分かりづらいからね、この話は、まあそうですね、してはね、あれなんだけど、一応そういうことでね、うん、全部そこに結びついてるし、うん、一応会社で働く人たちはみんなそういうことをしていくために、働いてるわけだし、まあもちろん給料とかもそうだけどね、うん、そういう人たちで今集まってると思うので、分かりづらいと思うんですけど、そういう世界観を見てます、うん、はい、まあ、じゃあ今回のコメントに関して言うと、うん、まあ、僕らはその法律っていうのはもう一番こう守っていきたい、行きたいし、うん、行かなきゃいけないし、はい、そういうところの、うん、とこを選んできましたし、うん、お金じゃないからこれで、うん、ね、儲けて全部ひっくり返っても何の意味もない、うん、ね、うん、そこら辺をまあしっかり、はい、今回まあいろんな言葉の使い方だったり、まあ、流れだったりいろんなのでまあこう誤解を生んだ部分もあったと思うんで、まあ、でもやりたいことっていうのは一貫してるっていうことで、そうそうそう、はい、ま
しっかり伝わっていけばいいんですけどね、うん、で、でそれでそうそう事業再構築採択されました。本当ありがとうございますパチパチ。あんまこうなんか自慢みたいになっちゃうから、あの時はね落ちるかもしれないし、落ちる確率も結構高かったしね、はい、だからああいう風に動画作ったんですけど、まああえてねこれ採択されたからって自慢したいわけでもないし、まあちょっとね一言だけ報告として言わさせてもらうし、でこれでねまあ、前の動画でね採択されたらお小遣いあげるっていう言葉を言って、うん、いやいやいやと社長なんだからねそんな税金使ってお小遣いあげるはないでしょうみたいな、ね、コメントがあったりとか、でも全然ね、いいじゃんって僕は思ってて、税金でお小遣い払うことができないんで、はっきり言います。で、この補助金っていうのは何にいくらを使うっていうのを全部最初に申請をして、でその後どういうふうに使ったかって事細かく全部チェックが入って5年間にわたって、でそこでお小遣いって言った瞬間認めてもらえないんです、その時点で。だから、この補助金っていうのはまず、ね、例えば建物を建てるのにいくらで、でもなんでそれにこんだけかかるのか、ね、こっちの業者はこんだけ安いじゃないか、もし高いところに頼むんだったらその理由も全部説明していかなきゃいけないし、その上で認めてもらえたら3分の2が補助金として下りるので、もう目いっぱいその使っていくこの、ね、新規事業に使っていく経費が目いっぱい、そこに当て込んでいくと、そういう形になってるので、ね、僕だってその税金使ってね自分たちの努力なしで、それをね小遣いとかそんな風に分回していこうなんてこれっぽっちも思ってないっすって、そこだけはね誤解されないようにちょっと言ってきたかったんですけど、うん、はい、まあでも採択されましたね。採択されたね。努力は報われますね。報われるね。よかったですね、うん、これはやっぱりそれなりに国今回はしっかりと見たんだと思いますよ。一緒に出した人もやっぱ採択されてる人とそうじゃない人と、でどこでそういう分かれ道になったかっていうのはなんか分かったね、うん、本当にその事業がうまくいくのかうまくいかないのか、だからうまくいくんだっていうことをちゃんと読み取れたら、でまたそれがこの日本の繁栄とかねそういうことにつながっていく革新的なものなのかっていうところがちゃんと事業計画なんか盛り込まれてたら採択されてますね。まあ、よかった。だからまあ今回これ採択されて、まあ、この先こうどうなっていくかもこの動画で随時こう報告、はい、していくことになると思うんで、暗い車の中でいいなまあ頑張っていきましょう、はい、これ終わり？これで、はい、カットだよそれ